寝る前3分集中講義。はい、ということで始まりました寝る前3分集中講義、かきたまチャンネルの吾妻優心です。本日10月9日水曜日と言いたいところなんですけど、この後ろと同じクッションの配置とかをね、見ていただける通り、今日はですね、10月8日の火曜日です。まだちょっと今日はね、2本撮り、この動画が上がっている10月9日水曜日が私がちょっと忙しくて動画が上げられそうにないので、ちょっと先に撮っちゃおうかなということで撮ってます。大丈夫です。昨日とは全然違う話します。昨日の動画ね、学校で何かその流行った昔、ほんと小学校低学年の時になんかもう青臭いも可愛いみたいなね、流行ったのあったらコメントくださいってやつね、まだまだコメント受け付けてます。明日か明後日ぐらいのね、その集中講義で取り上げたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。今日はですね、iPhone ケースをですね、ちょっと紹介しようかなと思ってね、珍しくね、寝る前3分集中講義とかね、こういうトーク系で紹介するものではないかなと思ったけど、早く開けて使いたいということでね、紹介しましょう。こういう感じで届きました。もうね、見ちゃったらわかるよね。これ全部逆じゃない？こうか？ウェイリーです。ウェイリー、スマホケース、なんか壁とかにくっつくっていうね、 2年ぐらい前に出てきて流行ったやつだよね。それの紹介です。今ね、この動画を撮っているのは iPhone XS なんですけど、XS はね、今ね、オッターボックスステイトメントっていうですね、瀬戸康史さんとかが iPhone 8ぐらい、iPhone 7 の、ブラック、ツヤツヤのブラック、なんだったっけ、ジェットブラックか。iPhone 7 Plus のジェットブラックを使ってた時に、つけてたオッターボックスステートメントっていうケースにアイリングをつけてるんだけど、これは変えずに、こっち、私の今の、サブ iPhone、iPhone 6S ですね。こちらの専用のウェイリーを、買ったので、なんかね、壁にくっつくっていうのをね、私が体験したことがなかったので、いかほどのものかっていうのをね、ちょっと試したいなと思ってね、今回はこちらの 6S、64GB スペースグレーにですね、こちらのウェイリー買ったのでね、開けて、ちょっとつけて、この壁くっつくかな、ちょっとザラザラしてるから不安なんだけど、まあ、そこもね、試してみたいと思います。で、パッケージ、これ何これ？これ、私は自ら気まぐれる。これ直訳したの？何これ？ウェイリー？ウェイリーって何？そういう意味なの？違くね？じゃあ開けます。もう接着がさ、ねえ、なんでこんなにさ、きつくやるの？これ純正品なのかな？ Amazon でね、3000円ぐらいで買いました。ウェイリーって書いてありますね。これどうやって開けるの？こうか？こら！早く！あ、来た。せーの！ちょっと待って。せーの！はーい。はーい。いきますよ。せーの。はーい、来たー。これなんていうのかな、なんか最近ね、よく見るデザインですよね。この、なんかサッカーボール持った犬。これなんかよくわかんないんですけど、これにしました。え、なにこれ、どういうこと？うわ、ちょっと待って。これ見えます？大きい傷入ってんの、ちょっと、めっちゃ合わせ鏡みたいになってるけど、ここに大きい傷入ってんだけど、これ大丈夫？本当に使って。Please peel of this mask before application. くっつける前にこっちを剥がしてね。え、これ。これ大丈夫？めっちゃ私の顔がピカピカして。これ大丈夫なのか、本当に。あ、大丈夫だ。この表面だけでした、傷。よかった。うわぁ、めっちゃ鏡だ。で、この、こっちの部分と、こっちの部分を、こうやってくっつけるんだよね。で、成り立つっていうやつなんだけど、壁にくっつく部分は、ここなんだよね、多分。ここ取りますよ。ペリ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 ン。あー、ちょっとペタペタしてる。これ壁にくっつくの？やるやんけ。楽しい。これをここにくっつけるというわけか。え、これ取れたりとかしないのかな。はい、こんな感じでくっつきました。で、これを iPhone 6S、 6 6S、 7、 8 に対応してますね、これは。はい、こんな感じで、つけました。まあ
ここは変わりはしないか。こっちか。こっちは別にペタペタしないと。だから、くっつけるにはこれを一回剥がして、え、剥がれないよ。結構くっついてんな。まあ、剥がしてからペタってやるのか。だって、この状態だと全然なので。はい。こういうことか。で、ボタンなんかも、あ、ちょっと上ボタンがね、わかります？ちょっと音を聞いてください。これ、音量下げるボタンですね。で、音量上げるボタン押します。音聞こえないでしょ？押した感がない。え、実際、癖でこうやってやっちゃったけど。え、実際に音量は、上がってますね。上がってるんだけど、あのね、これもそうだったんだよ、これ。これはですね、なんて読むのかな？ E-Fit かな？ E-Fit っていうやつの、これ iPhone ケース。これも6783用なんだけど、これもね、音量上げるボタンをね、これ 6S につけてたんだけど、押した感がなかったの。だからね、この678兼用系の iPhone ケースってもしかして、この音量上ボタンちょっと、押した感がね、ずれてんのかな？なんかね、そこはちょっと、まあ、気になるけど。まあ、とりあえず、これがまあ、純正かどうかわかりませんけど、まあ、くっついたんでよしとします。ただこれ、これ、もうこれ、剥がれねえよ、これ。これ大丈夫なのか？めんどくせえな、これ。めんどくせえけど、まあ、かっこいいから、ね、よしとします。これからね、新しい iPhone ケースはこれで。こいつはまあ、ちょっと、引退ということで、あ、欲しい人いたらコメントください。あげるかどうかは、もう私次第ですけど。ということで、ちょっと長くなってしまいましたけれども、本日のネルマ散歩集中講義はここまで！かきたまチャンネルの赤妻ゆうしんでした。たったーん！